上がってきてください。ビートが変わります。今日はビートを聴かせてください。少年の真似してちょっとやっていきたいんですけど、あれいいですか、ナイス DJ 生徒でやるやつ、せーの、ナイス DJ。 いいですね、じゃあ行きましょう。ここで行きましょう。先行がバチッタ、 yeah, yeah. ここがエネミー、 DJ 表現、レディーファイト。このビーストの上待って最高だぜ、もちろん俺とエネミーは対等だぜ、俺らはラッパーいらないぜ、エンターテイナー from 横浜エリアからエリア、まるでエイジア、プラネットエイジアみたいにビート上でうまくフローする、ここはフローがフローするカーニバル、そしてリリックがリリックするターミナル、ラッパーイスある意味エンターテイナー、メンタマゴンダ川から見たその世界、エリアからエリア、もう目には何映るかわからなくてもいい、涙だけは見たくない、腹かしかこの価値かだけぶつけに来たエネミー、富士山は渋谷の方、調子はどうか、富士山の横浜バー from SND バーのメッセージ聞かせてくれ、俺は言葉作る、さらにグルーヴだけでビート上で叩き潰す、メガのアンダープレッシャー駆け抜ける、俺もあのリリックには十分食らってる、今度は俺も食らわせる番だ、これが俺のアンサー、答えを出した逆に逆に俺が叩き潰す、だって尻尾と中身はブルースロック、そのエンターテイナー、全ての成分が血中回るパン、心臓爆音とともにいつも無表学校じゃない、このオールドスクールヒップホップミュージックは今まだ変わりはしない、ヒップホップロックハウスにファンク、ジャンルっていうのは一切なしだぜ、一歩踏むことで進歩する、ヒップホップが心臓部に浸透する、余裕シャクシャク、このマスはもう俺は埋めてく、ような感覚を教わったヒップホップは痛みの額も一緒に行こうぜ、光のサスポ、いや痛みのカスの分だけ光が差す後にこの歩幅足歩むだけ、もう砕けたってまた社会と再生、繰り返し進むこの脳みそ、繰り返し進むこのヒップホップ、もどっちが負けても勝ったっても関係ないところに今いるっしょ。終了です、ナイスバトルです。それでは聞いていきましょう、先行バチスタ、後攻エネミー、少々バチスタです、エネミーにも大きな拍手お願いします。エネミーもめちゃくちゃイケてる若手の、ね、一人なんでね、チェックお願いいたします。